はい、本日はですね、購入品の紹介をしていきたいなというふうに思います。これはですね、2週間ぐらい前にノースフェイスにマウンテンジャケット購入しに行ったっていう動画を出したんですけど、それを紹介ずっとするの忘れてて、で、2週間後に今回動画撮らせてもらってるんですが、それの紹介をしていきたいなというふうに思います。勘のいい方はご存知かもしれないんですけども、僕ルクアイーレっていうところにノースフェイスマウンテンジャケット買いに行って、ルクアイーレっていうのは販売した色が2色しかなかったんで、おのずとどっちを買ったんかっていうのがもう知ってる方はもう知ってたと思うんですけど、実はこの色になってるんですが、今回僕が購入したマウンテンジャケットの色はこちらのブラックになってます。こちらのブラックを購入したわけなんですけども、ルクアイーレではブリティッシュカーキっていう色味とブラックの2色しか販売してなくて、僕はもともとずっとブラックが欲しかったんですが、やっとブラックを購入したっていう感じになってます。で、タグついてるのでタグも切っていきたいなと思います。はい、という感じで、ブラックっていうのがもしかしたら意外やったかもしれないですけど、まずはですね、着用動画見てもらいたいなと思いますので、着用してる様子どうぞ。はい、という感じになってて、なんで黒を買ったかっていうところの話かなと思うんですけど、僕はマウンテンライトジャケットっていうのを2着持ってて、それがケルプタンっていう色味とか、あとストームブルーっていう色味を持ってるんですけども、今回この冬はどうしてもこのマウンテンジャケットが欲しかったっていうところで、色は僕の持ってる他の洋服を考えたら、やっぱり黒の服が一番使えるし一番残しとこうと思えるなと思って、っていうのも実はマウンテンライトジャケット僕処分するんですけど、それは明日の動画でお知らせすると思うんですが、もう処分でプレゼントするっていうことになってて、動画見たらどういう経緯っていうのが分かるとは思うんですけども、そう考えたら長く着れるのはやっぱ黒やなと思って、このジャケットは僕結構長く着たいなと思ってるので、それやったら秋の後編もブラックでいいわと思って、黒を買ったっていう感じにはなってるので、別にそれ以上に特に深い意味とかは全くないんですけど、とりあえず長く持ちたいから黒を買ったっていうだけで、はい、購入しました。で、特にマウンテンジャケットは高スペックなアウターなんで、結構ほんまにそれこそ長く着れるとは思ってて、いつかこの自分の子供が生まれた時とかに、公園着てに、これ着ていけたらいいかなと思って、で、しかも汚れても、全然気にせんと着れたらいいかなと思って、ブラックを買ったっていうことで、ブラックせっかく買ったから、ケルプタンとストームブルーのマウンテンライトはいらんなと思って、処分するっていう感じになってます。はい。で、実際やっぱ触ってみたら、詳しくは、別動画で、説明してるんですけど、やっぱ生地が結構ごつくて、しっかりした印象やなっていう感じなんで、今のところは、買ってよかったなというふうに思ってます。実際着ていったらどういうところがあるんかっていうのはまだわからないんですけど、今の段階では良かったなと思ってます。はい、ということでですね、購入品が今回マウンテンジャケットになってるんですが、これの詳しい話は別動画でお話しさせてもらってるので、そちらを見てもらったらいいかなと思うんですけど、やっぱりかなり高スペックなジャケットになってるので、買ってよかったなというふうに思います。でですね、少しちょっと2週間ぐらい遅れてしまいましたが、一応僕は今回ブラックを買ったっていうことになってて、他にも気になる色というか、いい色味もあると思うんですけど、秋の後編色でいいかなと思って、買ったっていうことなんで、これからガンガン着ていきたいなというふうに思います。ではですね、本日は以前購入したノースフェイスのマウンテンジャケットの紹介をしてみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。